皆さんこんにちは、ダイハツです。鈴木です。今日はですね、ウェアハウスの 1001WX の変遷について皆様とおさらいしていきたいと思います。今年25周年ウェアハウス社が迎えるということで、ここ10年ぐらいのねモデルを皆さんと振り返っていきたいななんて思っております。それではまずですね、10年前の15周年モデルからおさらいしていきましょう。これはね、現物がないので。あ、ないんですね。ないです。現物がなし、はい、というわけで画像でね振り返っていきましょう、はい。でこの15周年モデルというのは今とねまだ生地が違くて、メンフィスコットン単一面って呼ばれてたものの生地を使っております。で、まあ、特徴、まあ、見た目の特徴なんですけど、分かりやすいところだとステッチが、まあ、アーキュエイトっぽいのを使ったモデルで、うん、まだヤフオクでも出回ったりするんですか。うん、ヤフオクで結構出回ってるんで、まあ、興味があればねちょっと探してもらえばすぐ見つかるかなと。なるほど、思います。続いてはですね、3.11 モデルと鈴木さんが呼ばれてるシリーズがあります。これが2011年の5月以降のモデルになるんですかね。そうっすね。でこれね、3.11 モデルっつうと、まあ、自分がね、はい、勝手に呼んでるだけで、まあ、世の中的には全くそう呼ばれてないんですけど、うん、まあ、これはね15周年モデルをベースに制作されたモデルで。なるほど。そう、2011年から2012年の4月ぐらいまで、うん、すごい短いね、うん、多名なモデルだったんですけど、15周年との違いで、まあ、見た目で分かりやすいのは、カーパッチがレギュラー、ウェアハウスが通常用いてるものになったものと、あとケツポケのステッチがねネイティブステッチって言われるものになってることですね。で生地はねまだ15周年と同じメンフィスコットン使ってまして、うん、あとこれはちょっとオフィシャルじゃないんですけど、写真とかじゃ分かんないんですけど、ケツポケットのとこに、まあ、赤タブが隠れてついてると、うん、これがねこのモデルの特徴です。なるほど。これは見つからないですね。これはねちょっとね1年もなかったってことですね。そう、1年も販売されてなかったのと、まあ、1001が15周年モデル出た直後ってのもあったせいか全然。まあ続いてはですね、 1001WX 初代バナーデニムというものですね。これも短命だったモデル。でこれはね現物があるんですよ。お、ありました。ついに私持ちましょうか。あ、お願いします。こちらでございますね。そうです、そうです。でまあこれもね短命だったんですよ。2012年の5月から2013年の4月ぐらいまでのモデルだったんですけど、はい、まず変更点としては生地です。生地、まあ、バナーデニムっていうものになりました。うん。でまあその生地の変化もそうなんですけど、あとケツね、後ろがねだいぶ雰囲気が変わりまして、ポケットのまずステッチがなくなった、うんうん、ってのが一つ。それとね赤タブがねなくなっちゃったんですよ、ここから。で赤タブの代わりにバータックって言われてる、まあ糸で、赤い糸で再現してるっていうモデルですね。なるほど。そうなんですよ。ちょっと見応えが減った印象ですかね。そうだね、ちょっとケツはね寂しくなっちゃったかなっていう感じっすね、うんうん、結構ねそのメンフィスコットンかバナーデニムかで生地が切り替わったんで、で同じ1001でもだいぶねその生地の変化でね雰囲気がかなり違います。色落ちの仕方も多少変わるんですかね。だいぶちょっと変わってくる。だいぶ変わってきますね、うん、なるほど。いかがですか、このモデル好きですか。そうですね、個人的にはまあ最近ここ1年ぐらいすごい入ってて、まあ、シルエットはねこれ以降のものに比べるとちょっと太めだったりして、うん、まあ、個人的になんかすごいリラックスして履ける一本なんで、うん、オフでも仕事中もしょっちゅう履いております。続いてはですね1001というモデルですね。はい。5年ぐらい、ん、長いね。2013年から2018年。そう、これはねちょっと長生きモデルなんです。これも現物があるんでだいぶ色落ちが進んでますね。でこのね1001っていうモデルが結構一気に雰囲気がガラッと変わったモデルなんですよ。前のモデルと比べて、はい、っていうのもシルエットがこう一気にこう一新されて、それまでのウェアハウス1001っていうと結構まあやぼったいイメージのモデルだったんですけど、はい、
ここからはちょっとテーパードが入りまして、まあ、だいぶすっきりとした印象のモデルになりました。って言っても当時はスキニーとかバカほどテーパードが入ったやつが流行ってた、ね、今も流行ってますからね、そういうのは。いや、それに比べたら全然ストレートな雰囲気はあるんですけど、はい、まあレプリカの中ではだいぶ綺麗なシルエットになったモデルです。なるほど、ね、で、そのモデルの特徴として後ろ側その見た目は前のモデルとあんま変わってなくて、そうですね、そうステッチもなくて赤タブも同じく刺繍バタックで再現してるってもので、うん、まあ、強いて言うならこのオフセット、そうベルトループがオフセットになったっていうぐらいです、うん、で、まあ、このオフセットになったっていうのを考えると1001個前のモデルに比べて再現してる時代的にはほんのちょっとだけ後のモデルなのかなっていう気がします。あんま詳しくないんで分かんないですけど。わかりました。はい、さあ続いてはですね、現行の 1001XX のご紹介になります。はいはい、お前の、はい、これはお互い、ダイハツと鈴木が愛用しております。そうですね、 1001XX 現行ですね。はい、こちらいかがですか、どういう特徴があるんでしょうか。これはまず1個前の1001をベースにシルエットですね、シルエットは1001をベースに作ったモデルでして、うん、生地バナーデニムっていうのが使われてるんですけど、その生地が微妙にマイナーチェンジしたのと副資材リベットとかの素材が変更されております、うん、でこのバナーデニムの変化なんですけど、これが中白っていう、まあ、ジーンズ用語あるんですけど、はい、その中白ってものが強調されたものになっております、うん、で、その中白以外にも染めそのものは濃く黒っぽくなった、新品の状態ではね結構黒っぽくなった印象を受けるように変化しました。で、その中白とも相まってその濃淡のメリハリもすごい出やすくなったモデルな気がします、うん、副資材もね、リベットとかが前のモデルに比べると結構渋めに、そうですね、反射が鈍くなってて、すごい渋い雰囲気なんで、うん、なんか骨な感じ、そう、買ってね、すぐもう最初からかっこいいっていうモデルなんですよ。なるほど。続いて最後はですね、25周年 1001XX になります。こちらは残念ながら、現物を用意できませんでしたが、はい、この25周年の1001は通常版の1001とちょっと作り方が違います、うん、っていうのも通常版の1001っていうのはいわゆるその時代の複数のモデルをこの参考にして、はい、その傾向から再現してるものなんですけど、この25周年モデルに関しては元にされたもの、要するにモデルになったものが1本から抽出してるっていうモデルで、どっちかウェアハウスでいうと、まあ、ダックディガーシリーズに近いような一本のものを、そうです、そのまんま、まあ、反映させるみたいな感じなんですね、うん、で、まあ、25周年モデルなんですけれども、まあ、そんなにプレミアム感っていうのか、うん、そうってのはそんなになくて、うん、まあ、バージョン違いぐらいの雰囲気なんですよ。 なんで、まあ、1001ちょっと買おうかなって気になってる人は、まあ、現行の通常版の1001と、まあ、25周年と今変えるんですけど、うん、後ろのステッチがあるなしとかが見た目で言うと、そう、結構ここにステッチがあるかないかっていうのが結構分かりやすいとこなんで、まあ、その辺の見た目の好みで決めちゃってもいいのかなっては個人的には思ってます、うん、まあそうは言っても後からまあ25周年モデルとか手に入れるのちょっと大変なんで、今買える時に、ね、そうだね、買っちゃった方がいいんじゃないか、買える時にまあ買っとくってのは手だと思います。はい、さあいろいろ話してきましたけれども、やっぱり 1001XX のかっこいいですね。そうですね、やっぱりかっこいいです、うん、で、まあ特に現行の1001はその色が落ちてない状態でもすんごい渋い雰囲気が出ててかっこいいですし、うん、まあ、その色落ちも結構ね、さっき言った中白とかの影響もあって、結構早くからその色落ちの見どころっていうのは多くて、まあ、楽しみやすい一本でもあるかなと思っております。はい、以上、
1001XX の変遷についての動画でした。ありがとうございました。ありがとうございました。